阪神タイガース情報社。はい、今回は3月の8日オープン戦第7戦を見ていきたいというふうに思います。本編に移る前に一つお願いがございまして、このチャンネルは阪神タイガース情報を定期的に配信しておりますので、阪神タイガースファンの方でですね、まだチャンネル登録していないという方がいらっしゃれば、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。はい、それでは本編の方に戻りましょう。オープン戦7戦目阪神対ヤクルトということで、7回終わった時点では勝ったかなというふうに思いましたけれども、まあなかなか勝てないということで、8回の表ヤクルトに一挙6得点ですね。まあエラーが4つ絡んでしまったらこれぐらい大量失点になるかなというふうには思います。はい、残念ながら8回にですね6失点してしまいまして、6対5ということで、1点差負けですね。でこれでオープン戦7連敗ということで、ちょっと連敗がどこまで続くかっていうところがですね心配ではありますけれども、個人的には今見ていく中ではですね、いわゆるこう主力選手なんかは比較的調整順調に進んでいるんじゃないかなということで、まあ7連敗していますけれども、そんなに焦ってはないですかね。まあ皆さんどうでしょう、本当に。まあちょっとコメントでもですね、この7連敗についていろいろ思うことあれば書いてほしいなというふうに思うんですけれども、まあ個人的にはそんなにめちゃくちゃ焦ってる、やばいんじゃないか今年の阪神っていうような気持ちはないですね。はい、で勝利投手と敗戦投手見ていきたいんですけれども、勝利投手は宮川投手で1勝1敗、敗戦投手は桐敷投手で0勝1敗、セーブはヤクルトの大西選手についていて1セーブというような形となっております。はい、で投打ともにですね順番にまた見ていきたいんですけれども、今日は野手から順番に見ていきましょう。先発確認していきますと、1番センター近本選手、2番セカンド中野選手、3番指名打者ノイジー選手、4番ファースト大山選手、5番サード佐藤輝明選手、6番ライト森下選手、7番レフト井上選手、8番ショート木浪選手、9番キャッチャー坂本選手というような形となっておりまして、まあ、今日もですね、両翼ですね、に試される選手ということで、まあ、井上選手であったりとか、森下選手が出場しているというような感じでですね、まあ、ほぼほぼ、まあ、去年のスタメン選手がですね、名を連ねているということで、まあ、今日はですね、まあ、先発投手の石川投手をしっかりと打ってですね、まあ、前半戦はかなり押せ押せムードでしたし、まあ、阪神勝ったかなというふうに本当思ったんですけれどもというような感じですね。でヒットの方も4回までに11安打ということで、まあ、かなり打ちまくっていましたので、まあ、石川投手ちょっと球が遅いということで、まあ、比較的合わせやすいっていうところもあったのかなというふうに思いますけれども、どう捉えればいいか難しいですよね。まあ、石川投手が調子が悪くて阪神タイガース打線がですね、打てたのか、少しずつ阪神タイガース打線が上向いてきていると捉えるのか、ちょっとこの1試合だけではですね何とも言えないんですけれども、それぞれに複数安打放ったのはですね、まあ、近本選手が2安打、三重選手が2安打、森下選手が2安打ということで、当たりは少しずつ出てきているかなというような感じですし、まあ、中野選手もですね途中、交代ながらですね2打数の1安打、大山選手も1本出てますね。で佐藤輝明選手も左中間の結構深い当たりツーベース出ていたりとか、しましたので、まあ、少しずつ当たり戻ってきたかなというふうに思うので、まあ7連敗してしまいましたけれども、野手の方は調整進んでいるかなというところなんですけれども、これやっぱりエラーなんですよね。今日はですね8回に6失点したのがですね、まあ、エラー絡みが全てということで、小畑選手が8回にですね2失策、まあ、これ岡田監督はどういうのかというようなところではありますけれども、2失策と森下選手、前川選手が落球、それぞれに落球ということで、まあ、8回に一挙4エラーがあってですね、まあ、6失点してしまったということで、このやっぱり小畑選手がですね僕自身はもったいないなというふうに思っていて、まあ、去年ちょっとこう、ね、これは言い訳にならないと思うんですけれども、まあ、一軍のベンチにずっといてですね、なかなか守備機会っていうところもなりませんでしたし、打つ方もですね、ほとんど、打席立つことができなかったっていう弊害出ているんじゃないかなというふうに思うんですよね。まあ、やっぱり守備もね、これからまだまだ上手くなる、伸びしろある選手だと思うので、
まあ、そういう意味で言うとベンチで置いとくのであれば、やっぱり2軍の方の出場、まあ、親子ゲームの日なんかはですね、2軍で、まあ、試合に出てとか、そういうところでやっぱり試合の中での実践的なこう学びであったりとか上達、まあ、このあたりが去年1年間できなかったっていうところは、不利に働いているんじゃないかなというふうに思いますね。で、まあ、これに相対するような形でですね、木浪選手、今日も、ヒット出ておりまして、2打数の1安打ということで、ファーボールも1つ選んで出塁しているということになると、やっぱり今年のショートもですね、まあ、木浪選手なのかなというような感じの、雰囲気がですね、まあ、漂ってきているなというところで、個人的にはこのやっぱり若い選手がですね、どんどん出てきてくれると、まあ、これからの阪神タイガースも強くなるので嬉しいなというふうに思っているんですけれども、というような感じですね。で、今日はですね、若手っていうところで言うと高寺選手ですね、いよいよ一軍のオープン戦で起用されまして、3回2アウト満塁のシチュエーションでですね、見事回ってきて、レフトへのタイムリーヒットということで、その後は2三振に、となってしまったんですけれども、このレフトへのタイムリーは良かったですね。まあ、集中していたなというような感じで、フルカウントギリギリまで粘って、最後1球も本当ストライクかボール、まあ、ギリギリのストレートをですね、きっちりと、反対方向にですね、弾き返しての、2点タイムリーということで、こういうふうな形で、まあ、ヒット1本、出まして、少しずつ積み重ねてというような感じになるのかなというふうには思いますけれども、高寺選手もうね、まあ、今週の日曜日ぐらいまでで若手の登竜門というところは終わってくるというような話ですけれども、まあ、こういった形で、岡田監督の下でですね、何か、目立った活躍であったりとか結果っていうところを残していけば、シーズンペナントの中でもですね、まあ、必ず声かかると思いますので、頑張ってもらいたいなというふうに思います。まあ、あとはやっぱり小畑選手ですよね。まあ、前川選手もそうですけれど、頑張ってほしいなっていうところですね。まあ、打つ方だけでなく守備、まあ、やっぱり、ね、ずっと課題にはなっている守備なので、まあ、ここでこういうような形でですね、失敗してしまうとやっぱり目立っちゃいますよね。まあ、しかもこれが負けた原因に直結しているというところもあるので、ちょっともったいなかったなというふうには思います。はい。で、あとは投手の方も順番に見ていきたいんですけれども、投手の方はですね、調整すこぶる順調でございます。6失点してしまいましたけれども、自責点自体はですね、全員ゼロということで、まあ、桐敷投手、ちょっとフォアボールも2つあって、ヒットも3本打たれてですね、まあ、自責点ゼロとはいえ、まあ、かなり乱調ではあったかなというふうに思いますけれども、それ以外の投手見ていくと、安定してますよね。で、青柳投手は開幕投手にですね、指名されたというようなところもあって、まあ、今日、というところだったんですけれども、4回を投げて56球、打者14人に対して被安打1、奪三振3、フォアボール2ということで、まあ、立ち上がりの不安であったりとか制球面での不安というところは、今年に関してはですね、まあ、かなり解消されたんじゃないかなというふうに思います。まあ、それぐらい、青柳投手良かったですよね。で、そういう意味で言うとですね、開幕投手も裏付けるのかなというふうにも思っておりまして、まあ、青柳投手の開幕投手はもう太鼓判押せるんじゃないかというような感じですね。で、その後投げた漆原投手、浜地投手、柴投手もですね、まあ、しっかりと投げることできたと思いますし、柴投手ちょっと落ち着いてきたかなというような感じで、今日はスプリットでいい三振も一つ取れましたので、まあ、開幕一軍あるんじゃないかなというふうに思いますね。はい。で、その後ちょっと桐敷投手は乱調で乱れてしまいましたけれども、岡留投手、今日もですね、ちょっとヒット2本打たれてはしまいましたけれども、要所要所を抑えながら、無失点投球ということで、まあ、ヒット2本打たれてもですね、まあ、やっぱり無失点に抑えるっていうところが、この中継ぎで言うと非常に重要なところになりますので、まあ、そういうことができているっていうところが、成長の証なんじゃないかなというふうにも思います。はい。まあ、岡田投手はですね、まあ、春の MVP、春のキャンプの MVP というふうにも言われていますので、まあ、このまま開幕一軍目指して頑張ってもらいたいなというふうに思います。はい。まあ、こういった形で、まあ、7連敗してしまい、まあ、今日は勝てるかなというふうに思いましたけれども、まあ、7連敗となってしまいましたが、まあ、今日はですね、かなり寒かったですしね、はい。まあ、ちょっと言い訳。ね、になってしまいますけれども、まあ、それは向こうも一緒ですけれど、まあ、
勝利を、ね、まあ、もう一戦待っておきましょうという感じですかね。はい、まあ、今回は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。